マジでよ、昨日人が喋ってる最中に出てくんじゃねえよ。ヒロムが乱入したせいで俺も言いたいこと言えなかったしよ。大阪のタッカー、ヒロムが一人で張り切ってるだけだろ。改めて言う、大阪は方へのつもりで行くから、くじ引きは引かない。三人で引け。俺は待ったやつでいい。それよりもよ、昨日俺が言いたかったやつ今言うからよ。よく聞け。前哨戦初日も言ったけどよ、俺がヒロムに聞きたいことなんだかわかるかな。まあ誰もみんな俺の興味もねえし、なんだかわかんねえけど、誰も興味わかんねえからな、何も話題になんねえけど、俺がヒロムに聞きたいこと、それはな、今日はここまでだ。ちょっと、チワワ、なんだ、なんだよ、今俺聞いてたらよ、何か聞きたいことがあるとか、なんかそんな話、普通に俺に聞いたらいいじゃないか。それとも嫌か、ここで話すのが嫌か。なあ、組みたいんじゃないか、本当は。やべえ、なんでだよ。分かってるぞ。おめえとはなんで組みやねえんだよ。俺が出てきて嬉しいんだろ、本当は。なんでだよ。いくらでも組んでやるよ。こんなに俺が組んでやるって言ってんのに、なんで答えてくれてんだよ。おめえと組んで何のメリットなんだよ。メリットねえわ。メリットでメリットでやってんのか。おめえが美味しいやろ。普通に美味しくはないですけどね。俺は単純に楽しいんじゃないかと思ってアイデアを出したんですけど、全く面白くない。面白くないんだ。断られちゃった。ショックだな。はあ、チワワさんが何を聞きたかったかも分からないし、どうしよっかな。はあ、でもさ、絶対にさ、ある程度誰と組むかっていうのを決めといた方が俺にとってすごく有利に働くんじゃないかと思ってさ、俺はすごく前向きに楽しんでるのに誰一人として構ってくれないんだ。ああ、チワワさんはやってくれると思ったんだけどな。そうか、メリットデメリットの話をしたら確かにどっちにもメリットもデメリットもないか。でも俺はさ、こうやってね、何も挑戦表明もしなかったのにこんな方位に入り込めた俺はすごくラッキーなの。あの場にいたことによってさ、チワワさんはお前とお前とお前みたいな感じで指名してくれたことによって俺はここにいるわけだから、俺は全てに感謝でございます。だからこのタッグもすごく俺は楽しんでる。ただそれだけ。ただね、このプロレスの世界、ラッキーっていうのはものすごく大事、運がいいっていうのはすごく大事。俺はいろいろと味わってきてるからね、え、運の悪さ、みんな俺の運の悪さ知ってるでしょ。でもね、俺は運の良さもラッキーが大事ってことも分かってるから、今日の俺は、いや今年の俺はラッキーだ。いや、気持ちがいいね。歓声あり最高だよ。昨日再び KOPW のトロフィーをハンタズモに壊されたが、見ろよ、テープ取ったらこれっぽっちだよ。これっぽっちになっちまったよ。テンションなだ落ちだったけど、今日の完成とそれと試合前にもう一つ素晴らしいニュースが入ったんだよ。サッカーの天皇杯、俺の地元山梨にあるクラブチームヴァンフォーレ甲府が見事優勝だよ。 J2 のチーム優勝だよ。これ素晴らしい快挙じゃねえか。それのテンションの爆上がりだね。ヴァンフォーレがアジア1を目指すんだったら俺はもちろん目指すわ。世界ナンバーワンだ。わかるか、世界ナンバーワンだ。世界ナンバーワンになるために来週俺はニューヨーク行く。たった今リング上にデンジャラス K が上がってるから、おい、デンジャラス TKG としてニューヨーク暴れ狂ってやるよ。